あ、お尻光ったわ。できるんだ。なんでこれ。え、なんかここ人工物じゃね？え、なんこれ。なんこれ。触っていいやつこれ。帯同してない？何かしらの生物だったりせえへんか？触っていいかな？あ、いいんだこれ。え、何これ気持ち悪い。え、絶対なんかあるっしょ。おい。びっくりした。ただの音楽だよね。地底にもなんか いんの？ゴーレムとかそんな感じのやつ。あんま弓で撃ってもな。あ、剣持ってる。とりあえず、なんかあそこポー群生してなかった今。ああ、台座があったのかこれ。見えなかった全然。なんかあそこポーがあるように見える。うわ、なんだこれ。変な構造だな。高台にあんの？あ、でももう触れそうだな。うわ、ま、闇じゃんこれ。あ、で、待ってよ。その前にあれ、根っこを解放した方が明るくなるから。そっちの方が、いや、暗いな、これは。ちょっと、マジで闇に触れかねんから。宝く。ま、これ飛ばしちゃおっか。なんだこれ。その黒い部分なんだ？全部繋がってるわけじゃないのか？なんかあるな、これ。壁かなんかがあんのかな？いや、壁があったらここは表示しねえか、普通。なんかあるし。でっかい広場が。地下は地下でよくわかんねえな。ほうだ。ちょっとなんか、マジで、動きが速くなるっていうより、馬みたいなのいねえのかな？地下で使える。あの、岩山も気になるしな。何なんだろう、あれ。ポーだ。なんか、マジで、至るところで目にするな。まあ、このポー取ったら地上に帰ろうか、かかりこ村。遺跡の調査がまだ終わってないので。うん。一旦地上に帰ろう。どこに行ったかわかんねえな、これ。あのでっかいの触りに行ってみるか。あ、腰が落ちてるね。行きたいとこだけど。無理だね。上に行くの便利だよな。あ、誰かいる。マックストリフ。こんにちは。貴重な石板の上で人が寝てるなんてことが上にいるサグルさんに見つかったら、石板。石板というのはこの人が寝床代わりにしてる。ああ、これ、見たがってた。あれか。あ、これ写真撮るべきだったのか。この村に落ちてきている輪っか遺跡の中からそれぞれ石板が発見されましてね。この石板はこの上にいる巨大輪っか遺跡から見つかったものなんです。ゾナウ文字に精通しているうちのリーダーによると、この石板には魔王と当時の王が戦った記録が記されているらしく、
結局魔王は倒せず、当時の王が封印したそうです。そしてその後王と共に戦った賢者たちが、いつか魔王が復活するときに備えて何かを残したらしいんです。正直魔王やら復活やらって言葉がこの天変地異と重なって不安で不安で、いや多分そうだろうな。ラウルが封印してて、ハイロル城の地下に行ったときは封印状態だったのかな。肝心の復活するときの備えってだけでも何か分かればいいんですけどね。あ、すみません、朽ちてしまって。実際に書かれていた言葉を知りたいなら石板のそばにある解読記録を見てくださいね。うん、とりあえずサグルさんが上の遺跡から戻ってくる前にこの人を何とかしないと。読んでみるか。大型解析、石板解読記録。魔王力強大、討伐叶わず、王の命、持って封印をなすかな。封印永遠な図、復活魔備え、後ように我ら剣の地残さねばならないかな。この石板は魔王と当時の王が戦った記録だと思われる。魔王に敵わないと悟った当時の王はその命を持って魔王を封印。そしていつか魔王が復活した時の備えを賢者たちが後世に残そうとした。というような内容ではないかと推測。ブレスオブザワイルドの時系列どこになんだろうな。建国で封印して、その間にガノンが復活してないことになるもんな。これ使うのまずいか。てかこれ、ゴミみたいなことしてるからさ。これ外すか。いや、なんか弓打てるかなと思って、くっつけちゃったんだよね。しかもこれいいやつだし。これもな、外すか。これかな？オッケー。なんだ、これか。冒険の、これ、なんだけど、石板の数。輪っか遺跡から複数の石板が見つかったらしい。観光客のブーグーリは、石板の中身を知りたいようだが、遺跡は高い場所にあるので、行けない。知りたがってる石板。写真撮るべきかな、これ。ああ、写真撮るべきだったのかも。じゃあ、後でまた撮り直しに行くか。4つあればいいんだな。わあ。え？深穴に入ってってないあれ。あいつ深穴出入りしてんの？なんかマジシャンが剣飲み込むみたいな感じでぬるぬると入っていくけどさ。君かね？サグル。ん？プラ様からここに派遣されたのかな？はじめまして、僕はサグル。専門は空島なんだけど、ごめんなさい、勇者です。こんな気になる遺跡が落ちてきちゃったら調査せずにはいられなくてさ。あれ？君は調査隊じゃないみたいだね。ここは輪っか遺跡の調査拠点、一般の方が来ちゃ危ないよ。でも好奇心だけでこんなところまで来るなんて、ぜひとも調査隊に欲しい逸材だね。まあ、せっかく来たんだ、僕でよければ話し相手になるよ。空島のことぐらいしかわからないけど。ああ、聞くか。空に浮かんでる島のような遺跡のようなものが見えるだろ？そこを空島って呼んでるんだ。この輪っか遺跡もそうだけど、世界中に落ちてきたゾナウの遺跡は、その空島から落ちてきたものなんだ。ってことはだよ。空島にはゾナウ文明の遺跡が残されてるってことなんだよ。人の手も入っていないし、きっと保存状態もいいんだろうな。結構ボロボロだったけど。大丈夫、僕ら話つまんなくない？空島のことでよければ、生き物は？どんな生き物がいるかは僕にもわからないけど。落下した遺跡に地上にはいない植物がついてたりするから、きっと空島にも地上と同じような生き物がいるとは考えているんだ。あ、そのあたりのことなら。ん？おう。コリーネ。あそこに見えているテントにいるコリーネって子が詳しいよ。今ちょうど遺跡についてた植物の栽培なんかにも挑戦してるみたいだから。栽培してんだ。興味があるなら彼女に話を聞くといいよ。マジで広いよな。上と真ん中と下と 3D でマジで、4次元的に広がってる。4次元？ 4 次元は違うか。大丈夫僕の話、うん、まあ、まだ大丈夫。一番気になってんのは、そうだな、気になってるといえば、ゾナウの技術で作られた防具とかかな。服飾のような文化面から紐解ける謎も多いからな。大きな空島ではあればあるほど、きっと大きな収録があったに違いないから。そういった文化的な流れもあるんじゃないかって思ってるんだけど。まあ、空島に行けないんじゃ考えても仕方ないから、今この輪っか遺跡の調査頑張らないとな。
今度市から村に行って気球を改良してもらおうかな。でも北東方面に行く機会なかなかないんだよな。服が見たいって言ってんな。あるぞ。おう。ダメかな。ダメだ。あ、そうだ。黄昏のやつが2個出たんだよね。あと足揃えば全身揃うんだけど。降りてこないな。夜を明かせば降りてきたりするかな。なんかここにもある。サグルのメモか。5つの遺跡があるが、群を抜いて巨大なのがこの大型輪っか遺跡。輪の形を保った唯一の遺跡でもあるが、縦半分が崩壊。その瓦礫からは他の遺跡と同様にゾナウ文字が刻まれた石板が発見されたため、拠点のテントにて保管中。寝れないか。ここまで来るの面倒だからな。ここで一夜を過ごしたいとこではあるけど。あるな。いけるか？あ、いける。朝でどう？こんなさ、直火でやったら下の木が燃えちゃうよな。え、まだ寝てんの？起きねえな。マックストリフを持ってきたら起きるとかか？時間が悪いとか？あ、そうだ、これくっつけよっかな。多分、こういう類のものをくっつけても効果があると思うんだよね。これにしよっかな。いいね。手斧になった感じだ。でも火を起こせないんだよな。いや、火を起こすやつあるんか。これ。やべやべ、テント焼けちゃう、テント。止まれ止まれ止まれ。縦の、これにでも、てか、あったわ。あげるよ、それ。下の人たちにとっては貴重なものだろうけどね。やっぱ起きねえな。マックストリフを持ってこいって感じか？ 5 つ知りたがってるって言ってたんだけどね。キノコだ。え、なんだ、なんでもない場所か、これ。5つじゃねえ、4つだ。そうだ、そこ、そこ、そっちにも行ってみたかったんだよな。え？おい！ダメか。近寄るなってことか。話は聞いてる。知ってるよ。黙れ。邪魔なんだ。どうなんだろう。あ、そう、オシャンテーにちょっと、呉服屋オシャンテーなんですけど、これを見てもらいたいんですけど、あ、これ、なんか、ゲルドで売ってたやつね、があるんだけど、こっちの値段、1個5000すんのよ、各パーツが。なんか、バカ高くなってんだよね。物価が上がりすぎてる。で、こっちも同じ額すんのよね。なんかあったんだろうか。え、あ、いらっしゃいませ。疲れてぼーっとしちゃっててごめんなさい。こんな話をしてもどうにもならないんですけど、おばあちゃんが病気を患っちゃって。看病は妹のラズリ、お店はこの私、手分けをしてなんとかやってますが、二人ともちょっと疲れ気味で。全体的に大幅値上げ、いくら上がってんだろうな、これ。おばあちゃんの体調戻ったら元の値段に戻せるんですけど、家の都合、なるほど。
誰かに聞いてもらいたかったとはいえ、お客さんにするような話じゃなかったよね。ああ。なるほど。ああ。サゴノは南東にある果ての村まで行かないと手に入らないですけど。サゴノって何？サゴノ？今やハイラル中が注目するファッションブランド。なんとこのハテロ地方の南東にあるハテノ村ってところが発信地なんですよ。妹にはそこでファッションのノウハウを学んできてほしいんですが、家の都合ね。家はどこにあるんだろう。家の都合。謎の病。本来ならばラズリは今頃南東にある勉強してるはずなんですが、おわっちゃんっ子なので自分の夢をぐっと我慢して。先にそっちを解決した方が良さそうだな。大幅値上げって。とんでもねえ値上げされてたけどね。後でちょっと探すか。こっちって近寄っちゃダメなのか。ここ行っていいのかな？ここ越えたら警告になるかな？あ、いいんだ。いや、ちょっと。旧大妖精の泉にでも行ってみようかなって。蜂蜜も欲しいんだった。いて。なんか正気。ああ、なるほど。旧大妖精の泉があったとこって今正気の穴になってんだ。深穴に。なるほど。そりゃ引っ越しせざるを得んわな。あれまあ、向こう側に行けるんだけどね、本来。蜂蜜の話、あ、違う、ここじゃない、こっち。蜂蜜の話ってどこだっけ？深穴付近に蜂の巣があるらしい。あるわ。誓ってくんな。これも、後で届けに行こう。あ、姫静香はちゃんと咲いてんだな。ん、あれ蜂の巣か。惜しい。ハヤブサ壊れちゃう。まあいいけどね、アミーボで出るから。存じも回収と。 OK、 とりあえずゲットしたな。あと輪っか遺跡の調査も中途半端にしちゃったな。いや、びっくりした。鳥か。あ、ここ裏切り者が足を運んでた場所か。ひどい言われようだけどな、裏切り者って。俺が呼んでんだけど。何個言ったかわかんねえ。もういいや。もうマジでわからん。家の都合がどうのって言ってたよな。家がどこだ？これは梅のとこか？こいつか？どちら様かご存じませんが、すみませんね、このような格好で。病を患っておりまして、力が入らず起き上がることもままならず。服屋のことでした、お店に。病って何？高台の掃除していた際に深穴に近すぎてしまいましてね。その際に正気というのに触れてしまったらしく、この老体には少し応えたようです。家の外にいるんじゃないですかね。これどうやったら治せるんだ？薬でも持ってくるか？ラズリ、いた。あ、そうかも。どうしよう、このままじゃおばあちゃんが。お姉ちゃん、深谷の仕事があるし、やっぱりここは私が何とかしておばあちゃんの治療法を見つけないと。あなた旅の方？話を聞いてくれるなら誰でもいいか。実はね、おばあちゃん、正気ってやばいやつに近づいちゃって寝込んじゃったんだ。
もうミルクがゆぐらいしか喉を通らないらしくって。正気の病に効きそうな素材を探しては、こうしてミルクがゆに混ぜてるんだけど、どれも効果がなくて。おばあちゃんが元気になるミルクがゆを早く。ミルクがゆ。ハイラルマイトフレッシュミルクと、山菜を混ぜて作るおばあちゃんの大好物なの。ミルクとお米なんて合わんだろって思ってる？だとしたら外れ。意外と美味しいんだよね。ハイラルマイヤミルクは、西の街道行き来してる行商人から、たんまり買いだめしてるから。あ、じゃあくんない？それ。くれよ。くれ。くれ、それ。そしたら直せるんだけど。ちょうどさっきもらったやつがあるからさ。西の街道の行商ってどこ？これ引っこ抜けないやつだよね。あー、いる！危ねえ！うん、そうね。あれ、会ったことあるはずなんだけどね。パーヤちゃんが族長になってからお前さんみたいな若い人が来るようになって、この村も随分活気がついたわい。パーヤ目当てか、梅園か。これ知ってる知ってる。我が身だと思うて大事に大事に育てとるんじゃ。それに今は梅園の一角を調査隊のコリー姉さんに貸し取って、日だまり草っていう貴重な植物も植えてるだ。なるほどね。これは変わらないな。ちなみに爆破できますけど。ちょっといろいろと散らかっちゃったな、やりたいことが。行商人な、ここは違う。ここは武器屋っていうか、まあ、武器屋か。目打ってんだよな。ありがたいんだけど。まあ、とりあえず今はいいか。呉服屋のどうにかしたいし、ここもなんかあるんだよな。また品ぞれ悪くなってんのよ。前作もそうだったけどさ、みんな花冠被ってんな。じいさんたちが西の高台の若い席に住み着いた魔物を追い払いに行ったまま戻っておらず、西の高台。見ての通りほとんど商品が売り切れまして、腕は立つんですが、なんせ仲が悪くて、様子見に行くにしてもいろいろ心配でね。ニッチもサッチもどっちもこっちも。悪いな。じゃあ行ってくるか。西の高台だと。西はこっちだ。どこ？どこ？東の高台だよな、これ。わかんねえ。手帳にあるのか。あ、なるほど。出るんだ。これ、どこだ？そっちか。エコナ、ちょっと頼むわ。連れてって。そっか、走れないんだっけ。行ってみるか。行商に前に行きたいから。馬宿の前まで行ってみればいいか？行商は多分その辺のロバで売ってる人だろう。帰る帰る！オッケー、取った！高台は、こっから行けるか？ちょっと今日、インパにも会いに行きたかったんだけど。用事が散らかっちゃって。まさにニッチもサッチもだな。山菜。ハイラル草でいいのか。しょうがない、これ食おう。間に合うか、これ。あ、ダメ、ダメかも。ここも遺跡あんだ。あ、やべ、やっちゃった。危ね。倒しに行くか。OK。
喧嘩してる？うるせえな。何を言っとるんだ。貴様は攻撃は最大の防御だとわけのわからんこと言っとるせいで。なあ、金か。もう日が落ちかけとるじゃないか。魔物を倒しに行けんのは、防御こそ最大の攻撃なんか、なんて愚かなことをお前が言っとるからだろう。この頑固じじいが。それは高い様じゃ。にっちもさっちもどっちもこっちも。いや、あれあれ、あの二人本当に仲が悪いな。なんともそう思わない？まあ、そうね。ああ。そこでいがみ合ってる二人のことさ。この昨日は、キワの輪っか遺跡の調査をして、したいんだが、魔物が、いついちまってさ。村で1、2を争う武術の達人ってのに魔物を追い払ってもらうよう依頼したら、穴ざまだよ。ああ、貴重な石板があんだ。オッケー。じゃあ、なんとかしていくか。悪いな、貴重な遺跡だけど。手荒に行かせてもらおう。そうだ、別の武器の、これ試したかったんだよね。青ボコエッジ。あ、上にいんのか？外した。ダメージ受けた。痛かった。うん。こんなもんだろ。木じゃねえ。木の矢を束で落としてくれるのありがたいな。まあ、ていうか多分爆弾矢とかその他がないから、より束で落としやすくなってんのかな。ん？なんか中にあるね。あ、宝箱だ。巨体明かり花。あ、入れた。ハンマー。あ、宝箱か。ゾナニウムの強剣。はあ、通常よりさらに攻撃が上がる。いいね。いいの手に入れた。あった。写真撮ったらいいのかな、やっぱ。これが見たがってたっぽいし。昨日は、キワの輪っか遺跡石板解読記録。族の中はもっと秀で者、賢者なる資格与えれ、秘跡大物賢者なる。賢者について記された石板だと思われる。優れた者が石碑を得ることで賢者となるというような内容ではないかと推測。やっぱ賢者出るんだな、今作。ん？これは気球か？いろいろあるな。意味のわからんもん作っとくか。角度がわかんない。意味のわからないものができてしまったな。ん？これ何？あ、竜か。ん？これなんだ？これあれか。ミサイルってやつ。あ、じゃね、ロケット。ミサイル危ないか。あ、いいおもちゃまた手に入れちゃったぜ。いいな。リーバルトルネードの代わり。ああ、もうやったよ。俺がやった。あんたが魔物？すげえな、尊敬するぜ。そこの二人にも魔物を倒したことをぜひ教えてってくれ。おい、お前らがいがみ合ってる間終わらせたぞ。何？無論じゃ防御だけなく攻撃もしっかり行ってよってのに見えたわ。いや、攻撃しかしてねえぞ。どうやらわしが間違っていたようじゃ。防御だけでは敵が倒せんことがよくわかったわ。いや、わしの方こそ間違っておった。攻撃だけではいずれ倒されてしまうだけだ。
戦うときは防御と攻撃のバランスが大事だと気づかされたわい。まあ、それはその通り。お主が身をもってわしらに教えてくれたおかげじゃ。ありがとう。礼になるかどうかわからぬが、なきは防御の手だれで、わしは攻撃を得意としておる。貴殿のような戦いの達人がわしらから学ぶことだとはないかもしれんが、知りたいことでもあったらいつでも声をかけてくれ。そういうの教えてくれんだ。あ、頼むわ。よかったな。じゃあ頼むわ。さて、街道の、戻るか、街道まで。もう、ニッチもサッチもな報告もあるけど。それは後にしよう。馬宿、これか。あれこれだよね。リバーサイドじゃねえ。こっちだ、双子だ。西の街道って言ってたな。こっちじゃないか。赤い月だ。